はい、こんにちは、こんばんは。鬼太郎ファミリーの鬼太郎です。今日はソフトウェアエンコード vs ハードウェアエンコードということで、 AVI ユーティリティでね、私動画とか編集してるんですけども、実際どのくらいの時間の差があるのかということをね、ちょっと確認しようと思って、前回投稿したヒルエットパッカードの、動画をね、使って時間を計測してみました。使用したパソコンは自作のパソコンで、 CPU は G4E3-1270、 メモリは 16GB、 グラフィックボードは NVIDIA の GeForce GTX960 です。それではエンコードの設定をしていきます。まずソフトウェアエンコードの方なんですけども、プロファイルから高画質を選んで、シングルパスの VBR 可変レートですね、こちらにして、あとプロセッサのロード速度をベリーファーストにしてあります。一方ハードウェアエンコードの方は NVIDIA の NV エンコードを使用しました。プロファイルは高画質にして、シングルパス VBR 可変レート、これは同じですね。あとはCPU の速度はなかったので、一応プロファイルのところをハイにしました。はい、ということでね、早速エンコードの方をしていこうと思います。左がソフトウェアエンコード、右がハードウェアエンコードとなっております。初動からすでにハードウェアエンコードの方が速そうな雰囲気がありますが、このままでは見にくいのでね、エンコード画面に拡大していこうと思います。エンコード時間を表示しておりますが、目安ぐらいで見ていただいて、若干ズレがあるかもわかりませんけども、お許しください。ご覧の通りハードウェアエンコードの方は、最初からね、フルスピードみたいな感じになっています。で、ソフトウェアエンコードの方はね、じわじわと速度が上がってきております。ちなみに CPU の使用率なんですけども、ソフトウェアエンコードの方はほぼ 100% に張り付いていました。で、一方のハードウェアエンコードの方なんですけども、 50% から 75% ぐらいの間を動いているような感じでした。ではここからは20倍速でご覧ください。エンコードされるフレーム数なんですけども、大体ソフトウェアエンコードの7割増しぐらいのフレーム数がハードウェアエンコードではなされているような感じとなっております。こうして見ていると、今回のエンコードについてはかなりハードウェアエンコードの方が速度が速いことがわかります。はい、ということでね、ハードウェアエンコードの方は終了しました。エンコード時間は14分55秒でした。この時点でね、ソフトウェアエンコードはまだね 56.7% でしたのでね、まだまだ時間がかかりそうです。なおエンコード時間は画面のエンコードのみで、音声のエンコード時間は含まれておりません。約10分遅れでソフトウェアエンコードも終了しました。エンコード時間は25分24秒でした。ちなみに出来上がった動画のサイズなんですが、ソフトウェアエンコードの方は 117MB、 ハードウェアエンコードの方は 298MB でした。もうちょっとね、やっぱ設定を揃えた方がね、良かったかと思いますけどもね、今回はこれにてお許しください。動画の出来については2つを再生して見比べてみたんですけども、全く違いは感じられませんでした。私の目ではね、わからないだけで、見る人が見たらね、わかるのかもわかりませんけども、
まあ、どちらがソフトウェアでどちらがハードウェアかと冬に聞かれても、まあ私の場合は分かりませんとしかね、答えようがないほど、まあ違いが分かりませんでした。で、まあこの結果を踏まえて今後どうするかということなんですけどもね、エンコードをこれだけ時間がね違うとなると、もうハードウェアエンコード委託かなというふうに思っております。ハードウェアエンコードをできるグラフィックボードをお持ちの方は一度お試しされてはいかがでしょうか。ということで今日はソフトウェアエンコードとハードウェアエンコードのエンコード時間を比較してみました。最後までご視聴ありがとうございました。それではさようなら。